7回の表タイガースの攻撃、先頭のバッター村瀬バッターボックスに入ります。まず高めのボール、2球目です。綺麗に決まった。今のは反応できませんでした。変化球外を狙いましたが入りません。バッティングカウントからの4球目、低め打ちました。打球はショートへ、そっ一塁アウト。バッターは6番マート、打席に入りました。村本高めのボールで入りました。どう攻めるのか、これは低いところに持ってきました。さあ3球目、これは伸びのあるストレート、ここはバットを出しません。バッティングカウントになったが、これは変化球合いません。さあ何を見せるか、あっと空振り三振。バッター金本バッターボックスに入ります。どこから行く、変化球でまず空振りです。次のボールはこれは内に持ってきました。このボールには手が出ません。キャッチャーの要求は、この球は見ます。今のはバッターよく見ましたよ。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。7回の表が終了、タイガース3人で攻撃を終了しています。タイガース3番手のピッチャーを送ります。小島、果たしてどんなピッチングを見せるのか。7回の裏ジャイアンツの攻撃、この回の先頭バッター杉内、打席に入ります。初球はどうか、まずは外から来ました。2球目はどうか、内角低めのストライク。果たして3球勝負するのか、できました。ファウルボール。さあ4球目、わずかに外れてワンボールツーストライク。この誘いには乗りません。次が5球目、空振り、
ます。坂本打席に入ります。最初の1球まずはストライク。どう攻めるのか。できました。3打席連続のヒットになった。この試合3本目のヒットが出ました。これで猛打賞。さあジャイアンツワンアウトからヒットのランナーが出ています。まず空振りは当たりません。2球目です。鋭い当たり、どうやらゲッツーになりそうだ。ファーストランナー2塁へ回った。打ったバッターは2塁へ。エラーでセーフとなりました。ワンチャンスを使いましたね。さあこのランナーが出てどういう攻めてくるのか。バッターは3番長、打席に入ります。最初の1球初球インコース。2球目はどうか。これは体に近いところ、このボール球には手を出しません。3球目はどうぞ。ストレートできました。ワンボールツーストライク。ストレートでツーストライク目を取りました。まっすぐできました。低めを打って抜けた。抜けました。三塁ランナーが今ホームイン。センターへのタイムリー。1点追加。点差は大きく開きました。バッターは4番村田、打席に入ります。ジャイアンツ、さあセンターへのヒットからの得点が入っています。その初球は低いボール。次の2球目しっかり捉えた。レフト、この当たりは抜けた。長打コースになる。サードランナーがホームに帰ります。レフトへのタイムリーヒット。さらに点を加えます。どんどん点差を開いていきます。バッターは5番阿部、打席に入ります。ジャイアンツ、さあレフトへのタイムリーヒットが出ています。何から持ってくるか。初球空振りになりました。次のボールはここは見送ります。一気に来るか。ストレートを持ってきました。追っていく追っていく。この打球はフェンス直撃。ファーストランナー二塁回った。ボールをつないでいく。三塁へ送ります。サードランナーがホームベースを踏みました。ライトへのタイムリーヒット。1点が加わります。ますます点差は開いていきます。
ターは6番高橋由伸、打席に入ります。この回すでに3失点となりました。引っ掛けた感じになりました。ボテボテのゴロになりました。これはホームはタッチアウトです。アウトが2つになって次のバッターになります。小笠原打席に入ります。このバッターでこの回8人目となります。どう組み立ててくるか。最初はインコースから来ました。これは動けません。微妙なところを攻めてきます。次が3球目。これはまっすぐ追い込みました。146キロです。バッター見送りました。スタートを切っています。当然ランナーは一斉にスタート。一塁アウトで3アウトチェンジです。ゲームは7回の裏を終了。ジャイアンツ3点を追加。12対2点差を広げました。8回の表タイガースの攻撃。この回の先頭バッター城島打席に入ります。初球はどうでしょうか。1球目狙っていって当たりません。これはストライク。3球で決めてくるか。打ちました。今のは外に外れていたでしょうか。わずかに外れてワンボールツーストライク。ボールです。スイングアウト三振。ここで代打です。伊藤隼人打席に入ります。最初の球は最初からコーナーをついてきます。この球は手が出せないか。キャッチャーのサインは。このストレートはわずかに外。低めを丁寧に攻めています。セカンドへの打球、これはアウトになります。バッターは1番平野打席に入ります。
第1球は初球変化球、空振りです。2球目です。打ちました、ショートバウンド取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。8回の表が終了しています。タイガース三者凡退に終わっています。タイガース、この場面で4番手のピッチャーとあります福原、ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の裏、ジャイアンツの攻撃、先頭のバッター寺内、打席に入っています。初球はどうか、初球見送っていきます。2球目はどうでしょう、厳しいコース、外のボール手を出した、ファウルになります。さあ何を見せるか、さあいい当たりだ、ヒットになりました。ノーアウトからランナーを出します。次のバッターとなります、杉内、打席に入ります。ジャイアンツレフトへのヒットでランナーを出しています。どこから行くか、初球スライダーで来ました。次の2球目、決まった、インコース高めの球、これで追い込みました。次のボール注目しましょう、三球三振、まっすぐの球当てさせませんでした。アウトを一つ取って次のバッターです、坂本、打席に入ります。夏川さん、今日要注意のバッターに回ってきました。絶好調ですからね。初球です、まずスライダーを持ってきました。ここは見送ります、ゾーンいっぱいに投げ込みます。低めのボール打った、三遊間の当たり、二塁フォースアウト、一塁もアウト、ダブルプレー成功、スリーアウトチェンジ。8回を終了しています。ジャイアンツ最後はダブルプレーに終わりました。9回の表、タイガースの攻撃、この回の先頭バッター柴田、打席に入りました。最初は変化球、空振りです。2球目です、決めてきます、微妙なところを攻めてきます。一気に来るか、速い球、まっすぐのボール、次の4球目、打球はセンターへ、センターフライに終わりました。クリーンナップへと続きます。鳥谷、バッターボックスに入ります。
第1球はどうか。最初から際どいコースを狙ってきました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。2球目はどうでしょう。これはストライク。これも外目に行きました。3球で決まった。バッターは4番新井。バッターボックスに入ります。完投に向けて最後のバッター左に持っていきました。頭上が当たった。ワンバウンドヒット、ツーベース。ここで打順は5番に回ります。ブラゼ打席に入ります。タイガース2アウトからヒットのランナーを出しました。どう組み立ててくるか。初球から低めを攻めています。次の2球目、これは外れてボール。次が3球目、この球は逃げてきます。さあ勝利は目前。アウトコース。よく我慢してますよね。さあフルカウント第6球。あっと空振り三振。試合終了。試合は12対2、タイガースに圧倒的な強さで勝ちました。伊藤さん、今日のゲームなんですけど、さすがに自慢のリリーフ陣の出る幕はなかったですね。今日はもう本当に内容的に完璧でしたので、まあ、中継ぎ陣、そして浅野ピッチャー、まあ、休むことができましたし、まあ、本当でしたらリリーフでつないでいってもよかったんでしょうけど、もう内容があまりにも素晴らしすぎたので、はい、まあ、ベンチとしたら先発ピッチャー1人に任せた試合でしたよね。そうですね。次のゲームも好投に期待したいと思います。さあ今日のヒーローです。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板9回被安打7、7奪三振、2責点2、投げ切りました。そして打撃成績です。5打数の4安打、打点3、素晴らしい活躍となりました。この2人の活躍が勝利に結びつきました。ジャイアンツ対タイガース、ご覧いただいてまいりました。この放送の解説は達川光雄さん、伊藤壮さん、黒木智弘さんでした。楽しい解説をありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。